G 主食と副食をはっきり区別する食事量の半分以上を主食とする主食は可能なら玄米とする主食はそれだけで完全な食品となるもので日本人なら玄米しかありませんがんを治療する場合の主食も玄米とするべきで白米はよくありません玄米は米のもみ殻だけを取り除いて 胚芽のです。肺がの部分にビタミンなどの栄養素がまた、ぬかの部分に食物繊維がたっぷり含まれています。やや硬く表面に残留農薬が多いことが欠点です。発芽玄米は玄米を水に浸し芽が出たところで冷凍か乾燥させて保存したものです。発芽によって、 玄米より柔らかく消化吸収がよくなりますがやや高価なことが欠点です残留農薬は玄米と同程度です灰が米は玄米をついて精米し灰がとぬかをある程度取り除いたものです灰がとぬかを30%取り除いたものが3分ずき米、胚がとぬかを50%取り除いたものが5分ずき米、 胚芽とぬかを70%取り除いたものが七分ずき米です。米をつく程度が多くなるほど。つまり、胚芽やぬかが減少すればするほど、胚芽米は白くなり柔らかくなりますが、ビタミンなどの栄養素も食物繊維も少なくなります。玄米は食べにくい、食感が悪い、つまりまずい消化が悪いという評判がありますが、これは介護会です。 玄米をゆっくり噛んで食べればこれ以上うまいものはないことがわかります消化が悪いというのはよく噛まずに食べた場合です玄米食は硬くて消化が悪いとか玄米は表皮に残留農薬が多いという指摘もあります消化が悪いのはよく噛んでいないからでしっかり噛めばこのようなことは起こりません残留農薬は 有機農法で栽培されたものならありません最近ではアイガモ農法で栽培された玄米も出回っていますアイガモ農法はカモに害虫や雑草の駆除をさせそのクソを肥料として利用する理想的な有機農法です玄米がどうしても嫌な人はハイガマイでもいいのですができれば玄米か発芽玄米をおすすめします 玄米は味がありますからまずいと思いながらも玄米だけを食べることはできますしかし白米を単独で食べることはまずくて不可能なはずです白米は塩をつけたり他の副食と一緒に食べなければおいしいとは感じないはずです白米は肺がという一番重要な部分が欠落した血管食品です 白米だけを単独で食べていると必ず核毛というビタミン B 欠乏症になります白米を食べているとこの血管を補うために体が肉など日本人の体質に反した食物を要求する状態になります日本人が白米を食べるようになったのは歴史的には比較的最近で江戸時代の元禄年間と言われていますそれまでは 例の飯といいえば、玄米をししていました。白米を食べる習慣は江戸中心に始まりこれとともにかっけ胚がに含まれているビタミン B 群の欠乏症で神経が侵され歩けなくなるが大流行し江戸患いと呼ばれたと伝えられています白米は大して噛まなくてもすぐ喉を通ってしまいます唾液があまり混じらずしっかり噛まれていない食物は 必ずを傷つけます日本が世界にンたる胃がんと胃潰瘍の多発国である理由がここにありますさらに日本の外科医の医種術技術が世界一である理由もここにあります玄米を炊くには圧力釜が必要です炊き上がりの硬さは加える水の量を増やせば調節でき水の量を増やせば炊き上がりは かかななりり柔らかくなります最近は玄米でも炊ける炊飯器もありますがやはり圧力釜が最適と言えます玄米を炊くと時は水洗いした後2から3時間水につけておくと玄米の表面が軟化し炊き上がりが柔らかくなって食べやすくなります玄米を食べた後大便に形のある玄米が出てくるようでは消化不良です よく噛むようにするか食事量を減らすかするべきです理想的な大便はやや硬くて太くて長く表面に薄い光沢のある粘液の膜がついており排便後に紙で肛門を拭いても茶色い色がつかない状態です胃がんや胃潰瘍などで胃を切除した人や腸の疾患で小腸や大腸をある程度の長さ切除した人また腸に 炎症性疾患、潰瘍性大腸炎、クローン病などのある人は、玄米をそのまま食べることは、消化不良を起こり越しやすくなります。玄米食にした後、いつまでたっても下痢が続いたり、玄米が未消化で、粒の形のままで排便される人は、玄米食には向いていません。このような人は、噛む回数を増やすか、よくついた肺がまえにするか、 玄米のお粥を食べてください。場合により、玄米と灰米を適当に混合してもいいでしょう。